さあそれでは解説していきましょう茨城のです、ね、8番の問題ですか、えー、と右の図のように1辺の長さが 8cm の正方形 ABCD を底面として側面すべてが正三角形であっている正四角錐だとだから1辺の長さは全部 8cm なわけですね 8cm、1種、えー、とこの状況で、えー、と AF という長さをルート 2cm 取ってあげたとでその時に、えー、とまず表面積を求めなさいあなんかそんな難しくないですよね正方形多数 えー、正三角形が4つ分ですよね、はいえー。ということで正方形の面積は8の2乗で OK で正三角形の面積これもですねもういろんな動画で僕言ってるんですけれども正三角形一辺の長さが A の正三角形の面積っていうのは4分のの √3A 乗です、えー、今回は8ですから4分のルート3かける8の2乗これでもうね面積出てきますからね、えー、これが4つ分だよと、えー、従って約分してあげれば8の2乗でくくることができますので。 えーとルート3プラス1倍64にしようかなう8の2乗でくくってあげると64が出てきますから64かっこ1プラスルート3ですねルート3プラス1だと平方センチメートルですねあこれはもう問題ないでしょうえっ、ー、とかっこの2番ですね線分 EF の長さを求めなさいまあここですよね、えー、空間内でのこの直線の距離っていうのを出したいわけです直線というか線分の距離を出したいわけですねで何をしていけばいいのかっていうと結局イメージとしては 俺らがやらなきゃいけないことって点々で書くと分かりづらいのかなひょっとしてよいしょ結局ねやらなきゃいけないことって何なのかっていうとこういうふうに長方形の箱を考えていってあげてよいしょ救急車がうるさいな E で F だっていうふうになったときにこの EF 間の距離っていうのを考えなさいって言ってるわけです。 だからイメージとしてはこういうふうに箱の対角線を考えるようなイメージですね箱の対角線直,直,直方体の対角線を考えるようなイメージで考えていけばいいわけですそうすると F からこの E に行くにあたって横にどれぐらい上にどれぐらい奥行きどれぐらいっていうふうなものが全部分かっていけばいいわけです、はい、なのでそれを考えるためにここにね無理やりこう軸をね設定していってあげると。 O からまっすぐ水線を下ろしていってあげれば当然ここにたどり着くんだけどこれは何かって言われたらちょうど対角線 BD と対角線 AC の交点になっているはずですよねいいですかはいだからイメージとしては F からまずここまでどれぐらい進むのかなとそれがまあここに対応してるわけですねここに対応してるわけですね、OK、で上の方にどれぐらい進むのかなと上の方にどれぐらい進むのかなと上の方にどれぐらい進むのかなと 上の方にどれぐらい進むのかなで最後にここからねどれぐらい進むのかなこの距離が全部分かっていけばいいわけですよ。いいですか、はい、だからやるべきことは何なのかっていうとまず一つ目ここで三角形 OAC っていう三角形を見てあげれば。 ここの f からこの中中心定番いいのかな、重心定番いいのかな、なんて言えばいいのかな、ここの長さまでとの距離と。え、それからこの青い部分の長さの距離、これが分かっていきそうですよね。いいですか。はい、え、ということで、まずこのね、赤色の三角形、こいつを抜き出して考えていきましょう。こっちに行きます。よいしょ。え、赤色の三角形、どうなってるのかっていうと、これ直角二等辺三角形になってるはずですよね。よいしょ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。と。 いいですかね、えー、一辺の長さが8になっていて8になっていてわかるかなこれ O で A で C でこの辺に F があるわけですよ。OK でこっち側ちょっとね記号つけときましょうかここ H とかって勝手にしておくとこの FH の長さが分かればいいわけさ OK で今 AC の長さどうなってるのかっていうと底面が正方形なわけですから 888√2 ですよねここね。 1>, 1対1対ルート2ですからねで当然ここも8でここも8ですからね、OK、あこっちいきますよはいなのでここが8ルート2っていうふうになっているのであなるほど1対1対ルート2だからやっぱりこれ直角二等辺三角形だねと OK でいうふうに考えていくとここから垂線を下ろしたところに今 H っていうものを設定してるんですがここの AH の長さっていくつなのかっていうと当然4 2ですこっち側も当然4ルート2ですね で、今、ここの長さをルート2だけ取ってるわけですから、こっからここまでの長さいくつですかってやったら、当然これ3ルート2になってるはずですよね。こっからこの長さはね。ケ、OK、ー。ということで、こっからここの長さ左に行きました。3ルート2っていう風に長さがなってるわけです。ケ、OK、ー。じゃあ今度はここね、高さを取っていきたいんだけれども、この赤い三角形だけ見ていたら、ちょっと高さが取れないので、今度はこっち側。 三角形 OBD を今度は抜き出して考えてみたいと思います。こっち行きます。まっ、あ、たく同じ図形にはなるわけなんですけど、よい,い,いしょ、よいしょ、よい,いしょ、ここかな。この辺かな。よい,いしょ。よい,いしょ。揃ってるね。OK だね。はい。で、OBD を抜き出しました。O こっちで D こっちで B こっちにしておいて、OB のちょうど中点が E になってるわけですね。いいですか。で、当然、ここからここ下ろしたところが H になっていると。 で今俺たちが考えたい高さっていうのはこの部分の長さを考えたいわけです全然難しくないよねここが中点なわけですから当然ここの長さも等しくなっているのではいこれ高さいくつなのかっていうとこっからここの高さはここが今8っていうふうになっていてここが今4ルート2っていうふうになっていてここも4ルート2になってるはずですよね OK ですから 分かる直角二等辺三角形だからねはいだから当然ここの長さは2ルート2っていうふうになるはずだな OK ケー。ではこっち行きましょうこっからここまでの高さって2ルート2になってるよと2ルート2だよ OK あとはここですね今後最後の長さを求めてあげればよくってこっち行きましょうか結局最後のこの長さは何ですかって言われたらこれもやっぱり こっからここの長さが今4ルート2っていう風になっていて、中点連結定理が言えるわけだから、4ルート2の長さのちょうど半分、2ルート2になってるはずですよね。こっち戻りましょう。こっちが2ルート2っていう風になってるはずですね。OK。ということで、 F から E まで行くときに3ルート2進んで2ルート2進んで2ルート2進むっていうところが分かったのでこっち行きましょうかはい最後 FE の長さ EF でしたっけどっちでしたっけ EF ですか EF の長さはどうなりますかってやったら空間内の3平方の定理、まあ、4平方の定理みたいなやつですね、はい、3ルート2の2乗足す2ルート2の2乗足す2ルート2の2乗とこれを計算すればいいと。 はい、えー、と2ルート2の2乗で8これも8合わせて16、えー、こっちがえと18ですから 18+16 ですから34、えー、これ以上簡単にできませんのでルート 34cm っていうふうになるはずですね OK ですかはいだから結局の話空間内のね線分の長さって言われたとしても、えー、横縦奥行きって言えばいいのかな、えー、この感覚が分かってしまえば実はそんなに難しくない問題だったわけですねはい、えー、ということで解説以上になります